はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、診断で強化されたアメイズメントを、ちょっと魔改造してきたのでご紹介をしていこうかなというふうに思っております。アメイズメントね、ドメネーターアルレキーノっていうモンスターと、まあ、ちょっと今回採用してないんですけども、ディライアっていうモンスターとかが追加されてまして、この辺がまあ、あの新規モンスターになるんですけれども、アルレキーノ君 の、 あの支配人の方 の、 この死の方の闇落ちしてる方のあの支配人の方が、どういう効果を持っているかというと、自分のフィールドにアメイズメントモンスターが存在する場合に特殊召喚できるよっていう効果で、特殊召喚に成功すると、デッキ墓地からアメイズメントファミリーフェイスっていう、カードを1枚を手札に加えるよっていう効果がありますと。で相手のターンに、他の交換モンスターを対象にとって、持ち主のこいつをデッキに戻しながら、アルレキーノを出して、モンスターの攻撃ゼロにするよっていう効果ですね。まあまあ妨害としてはね大したことはないです、正直大したことはないけど、まあ、特殊召喚できるレベル7ということで非常に優秀だっていうところがありまして、で、7を特殊召喚結構しやすいんですね、このデッキ。まあ、例えばこのアルレキーノっていうこっちの方 の、 あの支配に、まあ、元々いた方ね、こっちはトラップカードが発動しただけで一応出てこれるレベル7で、レベル7なんですよこいつら両方ともってことはですよ、まあ、相性がいいデッキがありましてね、はい、それがクシャトリアですまずクシャトリア、ユニコーンとか、フェンリルで、まあ、フェンリルちょっとユニコーンが一番初動じゃないので、まあ、ちょっと今回枚数を抑えてますけど、フェンリル と、ユニコーンは、まあ、単純にレベル特徴ができるレベル7ということで相性がいいっていうのと、あとユニコーンがレベル、7プラスバース持ってこれるわけ で、 でバースっていうのはレベル7モンスターを召喚する際になんかリリースなくせるというところで、レベル7がね2体並ぶんですよね、結構ね、はい、というところで、まあ、ちょっと今回ちょっと枚数をね抑えてるんですけど、こいつらだけ被るとめっちゃ弱いから、だからまあ一応枚数抑えてるんですけど、まあ、そういう動きもできると、まあ、要はレベル7を結構盤面に用意しやすいというところで、例えば、まあ今回採用してるのはスターシップギャラクシートマホークからの、ジ・アライバルサイバースとか、まあ、単純にねリンク召喚してアストラム出すとかね、まあ、そういう動き、を採用しています。プラス、まあ、レベル7モンスターに並ぶんで、まあ、ディアボロシスとか、あと、シャングリラとかも採用してますと、まあ、結構ね展開、できる、ね、ハンドであるとレベル7モンスター4体ぐらい簡単に並ぶんで、なんで、まあ、この辺の、まあ、クシャドレムイもできるということですね。で、まあ、そこにプラスしてね、アメイズメントのムーブと、あと、ラビネスのムーブが入ってまして、あのラビネスとねアメイズメントってねもともと相性いいんですよ。なんでかっていうと、アメイズメントトラップって全部通常トラップなんですよね。アメイズメントってどういうテーマかっていうと、あのアメイズメントトラップカードを駆使してなんか相手、を妨害していくテーマなんですね。まあ、あんまり正直アメイズメントトラップってあんま強くないんですよ、ぶっちゃけあんま強くないんですけど、その辺のギミックをラビリンスとクシャドリアで、まあ、一応保管してあげることによって、まあ、そこそこいいデッキになったかなと、はい、いうふうに思ってます。早速ね、このデッキの動きを見ていきましょう。デュエルスタンバイ。なるほど、何のデッキかさっぱりわからんな、これごちゃ混ぜすぎないか、これごちゃごちゃだな、これすごいね、こうなってるわ。まあ、とりあえずちょっとフェンリル出しに行きます。フェンリル効果通ります。まあ、これはライズハートですね。まあ、なんかさ、俺クシャトリの世界観がわかんないんだけどさ、ライズハートってなんか武士みたいな格好してるの、なんでなんこれ。まあ、それはあのなんか物語読めみたいな話あるけどさ、バリアブルブックなんか書いたのかな、なんかあの戦国武将とかとか関係あるない。まあ、とりあえず一回コミカ出して、で案内していく、遊園地にね、遊園地に案内をしていくスタイルで、そうですね、まあさすがに一回ホラーハウスかな。これはまあなんか無限法要みたいなことできるか、また月の書みたいな効果打てるか、どっちからのカードなんですけど、これはね、ライズハート打っちゃっていいね。ライズハート打っちゃってよくて、特殊で、これ以降エクシーズしかないんで、もうエクシーズしかしません、宣言をしていく。でユニコーン、からの、どっちの方が鬱陶しいかなんだよな、相手のデッキに。まあ、ユニコーンでいいか、とりあえず。クシャトリルバース発動、ユニコーン蘇らせて、一応ユニコーン残すかフェンリル残すかみたいなのはこれちょっと諸説あるんですけど、まあ、どっちにしてもディアブロシスはするよあ、ちなみにこれ
召喚剣コミカじゃなくてレベル7のモンスターにあの打てば、シャングリラ、ディアブロシスも一応できるから、うん、一応ねレベル7だからね、あれそうレベル7なんですよ、いうの忘れましたね。てか今できましたねこれ、あの一応あの速攻あったから、あーなるほど、ティアラメンツか、まあ、キットカロス抜いときゃいいかな、まあ、キットカロス抜いてカライドハート抜いといたら、まあ、多分大体なんとかなると思うんだけど、キットカロス抜きましょう。まあ、アーセウスもめんどくさいからね、ちょっとそこ問題ではあるけどね。でディアボロシスなんか全部抜け、もう相手のティアラメンツから全部抜け、タイムチケットを打って、アメズメントの上級持ってきたら一応レベル7が4体にはなりましたね。だからまあシャングリラディアボロシスみたいな最強の激も盤面にはできたと思いますけど、まあ、アメイズメントできたんで一応一応アメイズメントできたんでアメイズメントしましょう。でアメイズメント、はい、アメイジングタイムチケット発動、アメイジング、アメイジングで言うとですね、僕スパイダーマンの中ではアメイジングスパイダーマンが一番好きなんですよね。スパイダーマンシリーズの中でスパイダーマンって3種類あるじゃないですか、なんか半剣の関係感かしわかんないけど、普通のスパイダーマンとあのアメイジングのスパイダーマンとあのトム・ホランドのスパイダーマン、ホームカミングとかの、皆さんはどれが一番好きですか？僕はね、あのね、エマ・ストーンがめっちゃ好きなんですよ。エマ・ストーンが好きなので、アメージング・スパイダーマンが好きなんですよね。結局ヒロインが可愛いからやないかーいっていう話はあるけども。なるほどね。やるじゃん。ホラーハウス打ちますか？一応ちょっと表側にだけしときますか。まあ、バースは多分残しとくと、墓地除外されてティアラメンツやばいから、まあ、そういうところなんでしょうね。まあ、とりあえず一回レディー・オブ・ザ・ラビリンスの、効果を外しまして、とりあえず自分が出てきます。これで一応トラップカードを発動した瞬間にヒットできる。どうしよっかな、何抜くかなんだよな、何から入るかによるか。楽園の剣か、なるほどね、確かにそれあるから、さすがにバースを、ショットかないと、根こそぎ除外されるからこれ、ね、バースってかいうカードめっちゃ強いからな、墓地除外効果まで持ってるのやばすぎだよ。メイルーか、まあ、メイルーはいいや、メイルーは OK。 何出てくんだこれ、カレイド、もしかして僕これカレイド出されます、ここで。あー危ない、2体か、2体は、あスタペリアか、なるほど、オッケースタペリア効果、ユニコーン発動、スタペリアから入ってくるのか。まあでもカレイドハートも出なそうではあるけどな。まあ一応ちょっとホラーハウスの効果使いますか。ホラーハウス効果発動、相手の発動した効果を無効にしていく。で、あ、これ無限効用みたいなもんですね。で、ユニコーンで、いやこれ何抜くか難しいけど、カレイドかアーゼウスか、まあ、マックライル札をね抜いていけばいいんですけど、こういうのは大体アンヘルも入ってるのうぜえな、アンヘルうっとしいな。いやティアラメンツってさ、なキトカロス抜いても動いてくんだよね9枚、いや結構除外できるか、これ結構除外できる、いや結構除外できる、これはね、いやこれでなんかめちゃくちゃ除外される、もうデッキギミック全部除外される、よし18枚来た、これはかなりでかい、18枚のカードを除外できましたので、かなり相手痛いはずなんですけど、いやでもこっからアーゼウスが行ってまくってくるかもしれないのが怖いんだよなこのデッキ。さあどうするでしょうか、この盤面2700打点ではそんな簡単には突破できないといったところ、カルテシアどうぞ、カルテシアどうぞ、 OK です、カルテシア効果、これは何が出てくるんですか、グランギニョルかな、グランギニョル、オッケー、グランギニョル、これ何落とされるんだこれ、レベル6以上の光闇、ガルーラかな、グランギニョルか、まあエクストラからなんかな、なんかティアラメンズだもんね、多分ガルーラなのかな、これ人影しない、これハンド弱いでしょ相手、これ割と人影ムーブに近そうだけどな、いいですよ、アップカローネ、はい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 、はい、アップカローネか、なるほど、アプカローネ、あ、シャドウルーク、なるほどね、はい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 、あんま強くなそうだな、これはい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 、あ、全然いいっす、全然いい全然いい全然いい、グランギニョルぶん殴ってる感じ、とりあえずジェットコースター楽しんでもらおうか
お客様、ジェットコースターはいかがでしょうか。ジェットコースターを楽しんでいただきましょう。で、レディー・オブ・ザ・ラビネスの効果発動、ジェットコースターを楽しんでいただくお客様にさらなるサプライズを用意しておきました。次元障壁かな。いやこれ次元障壁じゃね。いや、まあ、ビッグエルカムでもいいけど、まあ、いや次元障壁だな多分これ。はい、で、まあ、シャドウルーク打たれても、まあ、次元障壁があるので大丈夫と。で、トレイン効果発動しまして、相手のモンスターエンドフェイズまでお楽しみいただいて、お楽しみいただく。で、エンドフェイズ帰ってくる OK です。はい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 、いいでしょう、いいでしょう。ご自身どうぞ。これな、エンドフェイズ除外とかじゃなくてもシンプルに除去する札欲しいよな、アメイズメントって。なんかね、シンプル除去はないんですよアメイズメントって。なんかあのアメイズメントの支配人が一応アメイズメントのトラップカード除外するとなんかあの破壊するみたいな効果あるんですけど、トラップカードの除去欲しいわ普通に。まあ攻撃表示一応これ発動してからか。ユニコーン効果、バースを回収したいんだけど、なんかあります？バースからのフェンリル出てくると思いますけど、シャドウ力いいでしょう。まあ次元衝撃で。融合、はい、まあ、これでゲームエンドですね大体。でレディの効果も発動して、レディの効果によってさらなるトラップカードがデッキから再セットされていく。お楽しみいただく感じでいきましょう。ホーンデッドマンションで。ホーンデッドマンションセット、からの、ユニコーン効果バース加えて、で、バース発動、フェンリル特殊だね。まあ、もう除外できないじゃん。はい。こうして、まあもうディアブロシスはね、あんまりなんか使う意味すらないといったところですね。で、バースの効果によってフェンリルが爆誕していく。これがネオニューアメイズメントデッキよ。なんか盤面に全然知らないやついっぱいいるけど。コミカこれ焦ってるでしょこれ。コミカさんさ、誰ってなってるねこれ。全員誰ってなってるね多分。新人バイトあまりにも、イケすぎて。あまりにもイケすぎて笑うな。で、グランギニョル除外して、で、ユニコーンの効果でさらに除外していく。さあ、相手のエクストラを、ひたすらに剥がしていく。決め。ゲボ決め。ゲボ決めだ、このデッキ。で、バトルフェイズ。いやー、新人バイト君優秀だわ、マジで。この遊園地。サービスエグすぎてお客様振り回しすぎるからちょっとすぐ閉店しそうですね。うわー、ゴキウララデッキじゃんこれ。伝説のこれ何デッキですか、これ。ゴキウララデッキですか。フラク、いやもうフラクは全然無理。フラクトールとかいう激キモモンスターは絶対に止めるとおばあちゃんが言っていた。さあウララちゃんを、あーオッケー、通っていく。オッケー、鉄スプかな、オロマイ。え、強ない？ちょ、強ない？オロマイは。ちょ、オロマイ強いて。オロマイは強いて。いや、同じこと起きたわ。結局、フラクトール効果通ってるやん。ふざけんな。チキショウ。フラクトール、いや、これでも、キットに打つとかあんのかな？キットに打つあるな、別に。フラクトールから落とされるキットだからキットに打つ説はまあなくはない。そっちの方がいい可能性ある、もしかして。ちょ、詳しい人教えてくれ。トレビューゲでキット効果発動される。よ、鉄獣とスプライト混ざってるデッキあんま分かんねえんだよな。どこ止めて、どこ止めてか、どういう展開してくるか。通る、これ。いや通る、やった、マジか。いやでかい、この増殖数字はでかい。相当ドローできるでしょ展開しようとしたら。スプライトも絡んでた場合は、まあ、ありえない量の展開をしてくるので、まあ、多分ね大丈夫なんじゃないかなと思うんだけど。総流か、なるほどね。 OK、 戦火名称総流。
鉄銃からしか出てきたことないと言われてる。僕はちなみに戦火デッキで結構使ってましたけど、こいつ結構強いですよ。普通に戦火デッキで使うとちゃんと強い、ね、あスターターか、スターティングオーバー、発射します。アースジェット、アースジェットどっちかっていうと墓穴かウララだな。どっちかというとこれはアースジェットというか、まあアースジェットされる側の本体だからな。で、増殖する G とかいう激キモカードによってドローが加速していく。キャロットキモい。うわ最強カード来た、最強カード来た、優秀な新人バイト、今日からお世話になります、よろしくお願いします。遊園地になんかね優秀な新人バイト入りましたんで、ね、さあシャトリラフェンリル、あー無限包容、なるほど無限包容、なるほど、トラップカードあなた発動しましたね、あなたトラップカードを発動しましたね、というわけで爆誕します。アメイズメント、アドミニストレイト、アルレッキーノ、かっこいいでしょアルレキーノ、アルレキーノかっこいいでしょ、トークショーガン、おえで、アメイジンタイムチケット、いや待てよ、キャロットいたな、ちょめんどくせえな、でもまあコミカ召喚するか、コミカ召喚してこれでぶん殴ったらいけるかな、ちょ戦火鬱陶しいけどまあしょうがないか、こうしてバトルフェーズ入ります。とりあえずキャロットしとった方がいい、戦火しょった方がいい、戦火とキャロットしればいいな、戦火とキャロットしとればいい、いやでもこれどうなくってもなんかバウンスされるから上級1匹だけ、これしょれなくね、これ全部は、やべえミスった、アメイジングチケット使ってくべきだったかもしれない、これはアメイジングタイムチケットを絶対使っとくべきだった気がする、ミスったわこれ、まあ、でもあんま関係ないか、こいつをぶん投げることができれば、あ総理 OK で、これでバウンスされるのどれだ、あーああこれであれか、アルレキーノバウンスされるのか、でもアルレキーノ出てくると、またアルレキーノトラップカードを発動すると出てくるぞ、アルレキーノってうざいんだよね。めっちゃでかい、あーフェンリルか、なるほどね、まあまあ確かにそうだよね、でキット効果はじゃあ黙ってもらって、キット効果には黙ってもらう、これで盤面全処理からアメイジングでアルレキーの闇落ち版持ってきて出してファミフェセットまで行くか、ぶん殴る、オッケーでコミカでご案内して、さあお客様お帰りです、アメイジングタイムチケット発動、さあ、お客様お帰りいただいたので、アメイズメントドミネーターアルレキーのメインフェルズ入って、アメイズメントがいるんで特殊ができる、オゲイで特定の可能手段に変えていく、ファミリーフェイス、これランクならしたもよくね、これランクならします、これランクならしたもよくね、これディアブロシでぶん抜いた方がいいでしょ、相手のエクサデッキ行くわ、さあ、アルレキーノとアルレキーノでエクシス召喚ナンバーズ89電脳銃アメイズメントディアブロシス効果発動、オーバーレイユイト一つ使い相手のエクスタキをぶち抜いていくスタイル、なるほど、いやこれエルフかギガンティック抜いたらいけんだろ、多分さすがにエルフかギガンティック抜いたらいける説、あスプリンドでもいい、でももうキットいないからスプリンド抜く意味ないでしょ多分これ、まあ、ギガンティックスプライト抜いといたらいいんじゃない、これもう多分これでいける、もう大丈夫っしょさすがに、でディアブロシス効果発動して相手のカードを除外していく、今日のところこんぐらいで勘弁しときやるか、これでまあホラ派発動しといて、でアメイズメントアテンダントコミカに装備しておく、でこれで相手の出てきたモンスター効果を無効にできる、神ゲーよし来た、これでケラス無効になるから大丈夫だ、大丈夫いける、回して
でレベル2のモンスターが、爆誕してくるとガチでやばいんだけど、まあ、とりあえず1回ホラーハウス発動で、で相手のモンスター効果無効にしていく。でアメイズメントトラップカードを装備しているモンスターをパクリに行きたいので、まずこいつをここに装備し替えまして、でこのファミリーフェイスが言うかと使いにくすぎるんだよな。これアメイズメントトラップカード装備してないと発動できないからさ、相手がこれ単体でちゃんと動くようにしてほしいんだよな。まあ、でケラスを持ってくると、これなんか強引にね、このファミリーフェイスを活躍させるべく開発されたモンスターがあのドミネーターなんで、よし、これは来た、これは最強リッキーだこれは最強リッキー。まあタイムチケット発動する必要性もなんかあんまない気もしないでもないけど、まあとりあえず一回アメイジングタイムチケット効果発動。くさやるよ、やるね、持ってたからうだなまあいいわバトルフェーズかな、5900足りないね、バトルアイス、オッケー、ご来園ありがとうございました、またのご入園をお待ちしております。うわー、2ペア来た、ポーカーやってんじゃないんだからさ、本当にマスターデルさん、ちょっとシャッフルプログラムもうちょっとなんかなんとなりませんかという、機械のせいにしていくスタイルでまあ割とね、マスターディアル結構シャッフルちゃんとしてるんで、なんかあんまりこういうハンド来ないんですけどね。40枚ってのもあるけど、うわ出た、クシャトリラじゃねえかよ、おいやめとけ、おやめとけ、クシャトリラバースがいうカードをサーチすんのやめろ、お前ふざけたカードサーチしてんじゃねえ、やばい、なんかこれ偏ってんのやべえかな。クシャトリラフェンリル、でもクシャトリラフェンリルはクシャトリラフェンリルを特殊召喚しときもなんとかなると言われてるからまあフェンリル、はい、まあ、でもユニコーンしかないのきついか、ユニコーンしかないのきついな、まあ、ユニコーンはでもね500勝ってんですよ、フェンリルに。これが強いですよね、ユニコーンって打点2500っていう、3000、あー先人か、やばい、これランクなトマホークか、トマホ出てくるこれ、あライズアート、なるほど、トマホークではなさそうだな。ライズハートの効果使ったってことはエクシーズモンスターしか出せないという縛りがつきますので、あシャングリアの方、いややばい、それはバーさんのか、うわきめえ盤面来る、これもしかしてゲボキもうんちかす盤面来る、やべえ、ラビリンスが、白金が、お前俺の白金吹き飛ばすぞこれ、ふざけんな、きめえ、やべえ、ディアブロシ作るこれやばない、それはやばない、いかれちゃったこれ、もしかしてモンスターゾーン3面封鎖来る、うわオーガまであんの、やばすぎやんだけどやばすぎやんだけどこの一気、やばー、おなんかクシャトリア全員集合みたいになってるけどあで全然クシャトリアじゃないやつ来た、いやそいつが一番やばいんだって、俺絶対このカード禁止した方がいいだろ、何がやばいってさ、このディアブロシスとかいうカードが一番キモいわ、普通に不快だもんなこれ、人のエクストラ勝手に裏側で中華してるのやばすぎだろいやね、あちょ海外ではこのカード禁止なんですよ、はい、なんで今すぐにこのカード禁止した方がいいの、特にクシャトリラ実装するんだったらだけどね、今後もね、なんかやーばレイバーのお邪魔デッキ来たわ、レイバーのお邪魔デッキ、いやでもねこれクシャトリラシャングリラ裏返したらなんとかなるんじゃねえか説ある、これシャングリラをさ、いやこれねあのホラーハウスでシャングリラ裏返せるんで、裏返したらモンスターと使われるようになるんですよね、お前勝ったとか思ってんだろ、封鎖しまくってよ、アメンだよてめえよ、怪盗なら入ってるぜ、アメイズメントアトラクションホラーハウスの効果を発動、こいつを墓地に送ることによって装備していたモンスターを裏側を守備表示にしていく、そうするとモンスターゾーン格、よしよし
いやこれでレディー出したらいける、多分耐えろレディー、対象に取れない効果で破壊されない、いや多分これ抜けないぞ意外と相手。耐えた、めちゃめちゃ耐えた、これはねでかいですよ非常に。こっからまくってきる可能性ありますよ。いやただバースマジめんどくせえな。やべ、バースバリめんどくせえ。ちょ待って、これどうしたらいいのこれ。トマホークしたんだけど、ちょ待って、トマホークはやばいから、トマホークはちょっとやばいからやめてください。サイキック族やめてください。あの何、天狼接続ってさ除外したところでさ結局バースで帰ってくるのやばくない、これいかれてるんだけど。トマホーク、雷先人、じゃあフェンリルか、フェンリル、トマホーク、マスカレーナ、はい、把握、バトルイーグルトークン、リンクスパイダー、はい、これなんかジアライバルサイバースしようとしてる。なんか何しようとしてんだこれ。ライズハート、ちょ分からん、何しようとしてんだこれ。あやべやべ、ちょぼーっと言ってたらなんかあら、ジライバルサイバース出てきちゃった。やばい、こいつ突破できないんだけど。いや結構粘ったけどな。いやちょ、ジアライバルサイバースあまりにも無理だわ。